こんにちは、タッカークマだよ。今日は QOL が上がる家電についてお話ししていくね。おうち時間が長引く中で注目されている QOL 高めていくとさらにおうち時間を楽しめるね。さて、面白いと思ってくれたらチャンネル登録と高評価をよろしくね。それじゃあ行ってみよう。その1、電気圧力鍋。火加減の調整が必要な煮込み料理や味が染みるまでに時間がかかってしまう角煮なども、具材を準備してスイッチを押すだけで作ることができる電気圧力鍋。電気の力で調理を自動でしてくれるので、そばにいる必要もなく、その間他の料理を作ったりもできるのは便利だよね。また中には無水調理ができるものもあって、カレーやご飯だけでなくケーキやカステラの調理ができるものもあるんだって。お値段は少し高めなんだけど、ぜひとも取り入れてみたいよね。その2、スティック掃除機。毎日気軽に使えるスティック掃除機。一人暮らしの人はもちろん、女性やお年寄りでも持ちやすく、お手入れのしやすいものが人気みたいだよ。また形もスリムなものが多いので、収納しやすいのも魅力の一つだよね。特におすすめはダイソンのスティック掃除機。アタッチメントを変えることでハンディクリーナーや布団クリーナーとしても使うことができるよ。1.9 キロと比較的軽いので、毎日のお掃除が楽しくなるアイテムだよね。その3、スチームオーブンレンジ。水蒸気の力を利用して食材を調理することができるスチームオーブンレンジ。減塩、脱油効果が高いので、オーブンレンジよりヘルシーな調理ができるのが特徴なんだって。食材を裏返さずに両面グリルを採用しているものや、重量センサー、蒸気温度センサーを備えていることでムラなく自動調理を行えるものもあるんだって。唐揚げやカツレツなどの揚げ物から、キッシュやパエリア、プリンやシフォンケーキなどのスイーツなど、何でも作れて料理の幅が広がること間違いなしだよね。今回は3つの QOL が上がる家電を紹介したよ。今後もゆるっと喋っていく予定だから、チャンネル登録してくれると嬉しいな。じゃあまたね。